皆さんこんにちは、アウトドア観察室の秋と申します。今日はですね、アウトドアといってもまだインドアの話になっちゃうんですけど、皆さんの承知の通りの任天堂スイッチについて購入してしばらく経ったんですけれども、そもそも中古品でね、でその青の方のスティックがもうすごくそういう普通というよりは不具合の中で多発している、ここはね、そのスティックは触らなくてもそのゲームの人物が勝手に動いたりとかをするんで、もうゲームとしてはもうできなくなっちゃうんですよ。で皆さん承知かもしれないんですけど、私は今中国におりますので、任天堂へのそういう修理の依頼とかはもうほぼほぼ不可能なんですけれども、やるにしても日本に行くか、もしくは郵便で日本に送るか、そもそも結構高いんだし、中古だからね、おそらく保守期間外だと思いますので、有料である場合は、それなりに高いから、どう修理するかは一旦懸案事項として置いといて、今日はですね、新しいものを届きましたので、じゃあそれでは早速ですが開封させていただきます。何でしょう。はいはいはい、ご覧の通り、ですね、ブランドはね、8bit2という、中国のブランドで、海賊版かどうかの話は正直私もゲームの達人じゃないので全く判断できないんですから、その話は一旦よしゃお願いします。で、正直ね、私の知り合いの中でゲームに熱心というか経験のある人物から紹介されましたんで、値段もね、3500円ぐらいで安いんですよね。承知かもしれないんですけど、このスティックだけを任天堂への修理依頼は大体、送料別で2000何百円ぐらいかかりますよね。だからそれは任天堂じゃないけれども、一応ね、多機能対応できると思うんですよ。ここに書かれているのはスイッチ、Windows、Android、MacOS、それから Steam。 Steam って何でしょうか、わからないんですけれども、とりあえずそういう、いくつかのシステムへの接続は可能だと思います。でそもそもは型番として SF30 Pro Bluetooth ゲームパッドと名付けされていますね。でそれから1回充電はだいたい1から2時間で、実際の使用時間は16時間です。相当長い、全然十分で、 USB-C のケーブル、要は充電のインターフェースは USB-C。 じゃあ早速ですが開封させていただきましょう。はい、本体はこういう感じです。 USB-C ケーブル、品質はどうかまだ知らないんですけれども、今 USB-C の、インターフェースのAndroid の携帯を使っているので、2回くらいそのケーブルだけを購入したことあるんですよ。ケーブル1本でも日本円ですると日本円で言いますと1000円くらいですね。だからそもそも3500でゲームパッド1つなんだから、で1000円くらい、800くらいを引けば、3000円未満の値段で買うのはとっても買い得ですね。取説もそれなりにね、きちんとするものがついているんです。まずは中国語、それから一応英語もついている。これ英語じゃないね、中国語、それから英語、これフランス語かな、全然わからない言語ですけれども、残念ですけど日本語はないんですね。でもやる人、もしくは多少の英文わかる人、使用に対しては特に問題ありませんね。任天堂のファンである以上は多分この形がよくご存知かと思いますね。私は任天堂のファン、特別にファンじゃないので、使えばいいという気持ちで購入しています。まず比較してみるとね、この2つを比較してみると、もう間違いなくこちらの方が重い。こちらでね、軽いんですよ。これも3分の2くらいの重さです。で
実際にそれぞれ触ってみると、まあまあそれなりにいい感じがしますね。はいはい、使える、全然使える、問題なく。それでは早速ですが、接続の方に移しましょう。では早速ですが、接続の方に移しましょう。まず取説には、まあ結構長文にはなっているけれども、まあ、最初はね、簡単な図って構成を説明していますね。まあ、いつも使っているものだったら大体みんなわかると思いますので、その分の説明は省略いたします。で、主には、この十字、方向の十字の下に、ここ、今親指が指している、ここは、スタート。で、ここはホームであります。で、それから、自動スリップという、まあ、接点の仕様にはなっているんで、1分間以内に接続がなくて、もしくは、接続してから15分くらい、何の操作もない場合は、自動的にスリップすることになります。で、その場合は、スタート、ここ、スタートを押して、もう一回接続することになります。要は、ウィークアップですね。で、まあ、どういう構成かわからないけれども、なんかこういう、メーカーのサイトに登録すると、場合によって、アップデート用のデータもありますので、まあ、ここを接続することに対して、まあ、機能をアップすることも可能だと説明されていますね。で、具体的に、まずはスウェッチ、今回スウェッチ用として購入しているので、スウェッチの接続の仕方について、簡単に説明しますね。まずは、スタート。プラス Y を同時に押すと、スイッチオンになります。はい、押します。反応しない。一回押すか？まさか。あら。まさか、電気がないの？違うな。スタートじゃわいて押すと、ここは、まあこういう風に点滅してますね。で、それからペア。ペアを2秒間を押して、1秒、ここの点滅が、消えてしまってから、もう一回点滅することになりますから、それは、ペアリングになりますね。ペアでどこですか？ペアは、ここです。この小さいのボタン。で、さっきの話によっては、2秒間を押したままで、はい、消えました。はい、また、点滅するようになりました。これで、ペアリングになりますね。で、その際は、仕方？はい。で、OK。はい、登録できました。まあ、簡単に言うと、なんとなくこの画面に入れれば、ここはさっきのように点滅する以上は自動的にここが登録できるようになります。で、まあ画面で表示された通りに、スウェッチ本体からこれをスウェッチプロと認識されますね。まあそれは。はい、OK。で、用意できましたら A を押してください。OK。はい。普通に接続できました。すごい。はい。じゃあ、まず私がいつもやっているスプラトゥーンをチャレンジしたいと思います。しかし最近ネット状況はすごく悪くて、普通に接続できるのかな、インターネット。チャレンジしてみます。まだゲームには入ってないけど、この瞬間だとね、まあ、距離もすごく短いなので、全くね、タイムリーな問題がなくて、本当にタイムリーで反応しているんですね。純正の、
ハンドルというかパッドとジョイコン、純正のジョイコンとそのタイムリーだけで言うと全く差が感じられません。じゃあ早速ですが、インターネットに接続できるかをチャレンジしてみます。はい、まずご覧の通りに方向の感じはもういいですね、全然問題ない。はい、ジャンプジャンプチャレンジしてみましょう。一応今任天堂メンバーにもなっているんで、あ、大丈夫大丈夫、フローは順調。じゃあまずはレギュラーマッチ、はい、早速やってみましょう。あら、ダメだ、書き込みアミーボの書き込み読み込み中にエラーが発生しました。もう一度お試しください。スイッチサプ、いや、アミーボはないけれども、なんでよ、まあどうでもいい。操作には全く問題ないけれども、正直さ、落ち方が変わっていたじゃん。ニンテンドのジョイコンと全然その、手の感じが違うので、まだまだ慣れてないので、ちょっと慣れることに対して時間が必要じゃないかなと思います。まあでも時間かけば逆に問題ないと思いますね。ただ、これを慣れたら、人生のジョイコンに、なんかまた、あ、使えるかはちょっと不安なところもあります。でもまあコスパ的には全然問題ないですね。これさえあれば、あとはさ、まあその純正のドリコンを、まあ、どう修理するかをゆっくり考えることは可能になりますね。日本に行く際に持っていくか、もしくは中国のネットで修理の方法を探すか、いくつかな、まあ、いくらでも対応可能です。はい。ああ、死にた。やばいね。まだ慣れないね。まあ、そもそも立つんじゃないけど。そもそもでもね、まあ、私もうちの子もさ、結構、スプラトゥーン好きなんで、結構、縦ゲームとして一緒にやっているんですよ。だから、ジョイコンの状態が悪くなったら、まあ、私もそうですけれども、子供も結構かわいそうで、これを買ったんですよ。まあ、皆さん、日本では購入可能かどうかは置いといて、まあ、本当にね、いいものですね。品質はちょっと今、正直わからないけれども。はい、もういいでしょう。OK。じゃあ、今日はその、8ビットドゥゲームパッドについて、これで終了したいと思います。ロイコンの修理については、改めて、まあ、記録してから、別途、皆さんに報告したいと思います。まずは、これで。おー、はいはい。頑張ろう。おー、インスタントに、これに。